もしではね、再選していきます。なんかね、道具の使い方とおそらく特技のね、使い方、この辺をうまくやっていかないとダメなんでしょうね。普通に戦ってはいけないということだと思います。で、戦闘シーンにならないとこの呪文とか道具が見えないのがちょっと痛いな。自分が何が使えるのかがちょっとわからないんですよね。で、この服によっても使えるものが違うみたいですね。頑張りましょうと。さあどうなるのかな。ちょっと呪文がこれはあれで特技ギガメンバーチャージが溜まってない。チャージはどうやって溜めんだ。攻撃して溜めるか。道具、あ、直してくれた。しまった。ジルさん、道具、ドキさん、チャージってどうなってんの。セルフの前とか来てるし、道具、シャラル、あ、しまった。こんなとこに置いたぞ。こんなとこに置いたぞ。おしおし、いい感じじゃないですか。特技爆弾を食う。よし、ここに集めろ、ここに集めろ。あ、道具、ここに。あ、間に合わなかった。ちょっと先に自分を直して。で、コウキさんどこだ。あっちか。道具、コウキさん。道具、ジルさん。おお、なんかすごいぞ。やっぱみんな特技が違うんですね。コウキさんなんか。やべ、倒した倒した倒したね。よかったー。まだ敵いそう？それやめようよ。2分ちょっとかかりましたね。なんか何もできなかったな。上の階を目指そうってなって。マジかよ。まだ上があるんですね。今の序の口だってことですか。結構苦労したんですけど。爆弾しか使えないみたいだな。よし、では行きましょう。みんなやっぱり特技は違うんですね。服によって違うんだ。ポイント回復するって。うわ、いきなりかよ。直せ直せ直せ。頼む、死ぬな。
やばい、狙われてる。いきなり狙われてる。オッケー、満タンになった。こいつが使えそうだぞと。爆弾置く。爆弾しか置けない。爆弾しか置けない。爆弾置く。これは分からないぞ、使い方が。爆弾置こう。それしかできない。というか倒した。倒したぞ。今度は弱かったのか、みんな戦い方が分かってきたんですかね。爆弾しか置けないみたい。まだ上があるんですね。今のはちょっと筆休めみたいな、そんな感じですかね。よし、行きましょう。さて、こいつか、マスタードラスボスっぽいな。爆弾まだ置けない。その前に直さなきゃいけない。爆弾は置けるぞ。この辺置いとこ。爆弾に当たれば結構威力高いんだろうけどな。道具でコウキさん直して、よっしゃ、爆弾来た。大した威力じゃないぞ。でもやべ、狙われてる。修復じゃなくて回復。なんか効果消えたって出たね。爆弾しか置けないのつらいな。これはこれ何だか分かんない。これもっと近くで仕掛けなきゃダメなんだきっと。やばい、しのすけさんも助けなきゃ。しのすけさんどうだ。よしよしよし、助けて。でリカバーでコウキさんダブった。新之助さん、回復に専念するしかないですね。あー死んじゃった。攻撃の手段がほとんどないというのは悲しいな。でコウキさん死んじゃった。コウキさん助けて。よし、黄色くなってきたね。このまま回復に専念しましょう。アジルさん死んじゃった。すいません、アジルさんを回復の。アジルさんを回復して、で、しんのすけさん回復して、
これであれなんだ、道具のこいつ、こっちか。じゃあ、あ、もう取ったのかな。よし、じゃあ爆弾の、やべ、ラダンさん回復の、効果が消えた。でこれをこの辺でやればいいんだ。で後期間助けて、効果を消して、うわー死んだ、直撃食らった。なんかすごい威力の食らっちゃったぞ。もし使えた、まだ道具は使えない。道具で、あらららら、しんのすけさんを助けた。あ、自分にかけちゃった。しんのすけさんにやろうとしたら自分にやっちゃった。お、倒したっぽい。死んだのか、死んだのか、倒したのかと思ったぞ。もう赤いんですけどね、なかなかきついな。大きさ生き返った。少しだからな、これなんとかが踏ん張るしかない。あー、これ早めに引き返らせた方がいいんじゃないのか。やばいぞ。ありがとう、引き返ったね。で道具のこれか、オッケー。で回復、コウキさん回復、でバラリさんも回復、でジルさんを起こして、オッケー、死んでしまった。起こったら死ぬっていうことだ。帰った、やばい。とにかく生き返らせないとまずい。これかえらせるだろうから、あー死んじゃったな。なかなかむずいな。やばいやばい、死ぬぞ。誰か生き返らせるんだ、帰らせるしかない。やばいな、死んだかも。やばい、間に合うかな。やばい、死んだ。まずいな、これはハマってますね。まずい、これは全滅したな。オッケー、オッケー、生き返った。まだまだ起こせないか。やばい、道具のリカバー、コウキさんが一番近い。あー、ダブったな。一回回復しよう。でも一発で死んじゃうかも。イエローなんとかかな。
しよしよしよし、これで自分を回復。でコウキさんを起こそう。コウキさんを起こしてダブってるだろう。で回復してダブってんなダブってんだよね。だからちょっと呪文なんだかわかんないんだけど効果が。ああ死んじゃったね。 OK 起こす起こす起こす。これスカイプかなんかで繋がってる方がいいですね。あ起こす前に起こす前に、まあでも生き返ったね。よかった。辛いわこれ。厳粛に受け止めますか。想定通り。ちょっとちょっとちょっと、どういうこと。達成される。え何どういうこと。えまだいるってことないよね。勘弁してくれよそれは。もう限界。あそっか、これ後編があるって言ってたよね確かね。マジか。ちょっと強いんですけど、強い上に何もできないこの職業。なんとか勝てましたねと。ということでジャックに報告するのかな。これってクエストに出てんのかな。ジャックのところに戻ろう。ジャックのところに行きます。ジャックどこだ。この辺か。ジャックが見えない。これだな。俺を用意してる。何がもらえるのかな。福引券5個。おっ衣装券2を手に入れた。とりあえずね、なんとかクリアできました、前編。これ編集大変だぞーっていう状態になってますね。うまくね、喋ってない部分が結構あるので、その辺をカットしながら話をつなげていきたいと思います。24日の正午より配信予定と。OK。では皆さん、この辺に、この辺に集合しましょう。集合しましょう。しましょう。いやー強かったですね。あまりにも強すぎました。なんとかね勝てましたけどね。いるかな。間違えて戻っちゃった。どこへ戻っちゃった。あ、獅子門に戻っちゃったのね。OK です。OK です。ではね、前編ですね。ハロウィンの前編、この辺で終わりにしたいと思います。いやー、強かった、強かった。で、後編をね、また、撮れ次第、アップしていきたいと思いますので、お楽しみに、という感じでしょうか。ということでね、今回はここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。